HMS キャンベルタウンは第二次世界大戦中にイギリス海軍が保有したタウン旧駆逐艦の一隻。もともとはアメリカ海軍のウィックス旧駆逐艦アセスブキャナンで1940年の駆逐艦基地協定に基づきイギリス海軍に譲渡された。1942年のサンナゼール教習に投入された軍艦としてその名を知られる。 アセスブキャナンやアセスブキャナンは、ウィックス級駆逐艦の遺跡として、メイン州バスのバス鉄工所にて1918年6月29日に寄港された。1919年1月2日に浸水を迎え、同年1月20日には、正式に、米海軍艦艇として収益し、1939年に、予備役艦隊に編入された。1940年、駆逐艦。 基地協定に基づき英海軍に譲渡される50隻の駆逐艦の一隻に選ばれる。1940年9月3日、英海軍に引き渡され、9月9日にカナダのハリファックス市にて正式に英海軍艦艇として就役した。キャンベルタウンの甲板で作業をするオランダ海軍の水兵。正式な引き渡しが行われた後、キャンベルタウンとなったブキャナンは、ハリファックスから、 ニューファンドランドのセントジョンズを経由して、プリマスへと向かった。9月29日、デボンポート造船所に到着。間もなく、英海軍の要望に応じた改修が行われ、この作業は10月いっぱい続いた。11月1日、港湾内高校試験が完了。これと共にウェスタンアプローチを活動海域とする第17船団への配置が決定する。 翌日、海上行使中に輸送船リジーと衝突事故を起こす。そのままリバプールへと向かい7日から24日まで修理を受け、その後改めて船団に参加した。11月29日、マージー川川口にて沿岸輸送船普ンと衝突、沈没させる事故を起こす。12月初旬より任務に着くが、12月3日には輸送艦、 コウモスと衝突事故を起こし、再び修理のためにドック入りする。修理は3月下旬まで続き、この際に第4煙突の短縮などの改修が行われた。3月28日に工事が完了すると、キャンベルタウンはオランダ海軍に対応され、4月から5月にかけて第7護衛艦軍に配置された。この際、オランダ側はキャンベルタウンを ミデルブルグと改名するように要請していたが、イギリス側ではこれを米海軍との合意に基づく命名規則に反するとして拒否している。6月から修理に入り、7月から8月にかけて、再び護衛任務を遂行した。9月、英海軍に艦籍が返還される。その後、乗組員の引き継ぎなどの手続きが行われ、10月には、 英海軍艦としての任務に復帰し、英国イコール西アフリカ艦の輸送船団警備に当たる。9月15日、空襲を受けたノルウェー船籍のタンカー、ビンガ号の乗組員救助に参加。11月から12月にかけて、護衛任務に参加した後、修理のためにデボンポートへと向かった。サンナゼール教習一月より、デボンポートにて、ック入りして、 修理を受ける。この修理工事の最中、サンナゼール教習への投入が決定し、これに向けた改修を施すため、キャンベルタウンは通常任務から離脱した。1942年当時、連合軍では輸送船団に対する大きな脅威となり得る独占艦ティルピッツの大西洋進出を警戒し、これを阻止する手段を模索していた。そして、 大西洋沿岸で唯一ティルピッツの拠点となり得るのはノルマンディドックの通称で知られる大型ガンドックを備えるサンナゼールのみであり仮にこれを破壊したならばドイツ海軍がティルピッツの大西洋進出を断念するであろうと結論付けられたこうしてチャリオット作戦が立案されたのであるチャリオット作戦における当初の計画では まず爆薬を満載した艦船をドックのゲートに突入する。これとともに、コマンドスが小型集艇を用いて上陸、港湾施設の破壊を遂行する。そして乗組員を呼び、コマンドスが撤退した後に河川を自爆させ、ドックの能力を喪失させることとなっていた。河川としての投入が決定したキャンベルタウンは2月を通じて回収を受けることになった。 この際に、第3及び第4煙突は完全に除去され、残る第1及び第2煙突は、ドイツ海軍の艦艇に似せて切り詰められた。また武装も、前方主砲径12本ド速射砲1門と、エリコン 20mm 高射機関砲8門に変更され、環境などに増加装甲が施された。さらに大幅な軽量化が必要とされたため、艦内の居住区等は、 完全に除去された。自爆用の爆薬としては、アマトール爆薬4.5ベートンが用意された。これを収めた容器は、前方手法支柱に取り付けられ、起爆時間を8時間後にセットした複数の鉛筆型起爆装置がこれに接続されていた。3月25日、キャンベルタウンをはじめとする、作戦艦艇軍がファルマスから出港した。キャンベルタウンには、 艦長スティーブン・ハルデン・ビーティ詳細化の陸民及びコマンドスタイン員の合計75名が登場した。キャンベルタウンと共に出港したのは16隻のフェアマイル B 型機動艇と1隻の高速魚雷艇、1隻のフェアマイル C 型機動砲艇で、このうち機動砲艇は作戦における前線指揮所たる役割を与えられていた。また3月26日14時には、 作戦艦帝軍の護衛を行うべく、半途急駆逐艦2隻がファルマスから出港している。途中、ドイツ潜水艦 U-593 と遭遇しているが、同艦が艦隊の航路と規模を誤って報告したために以後は大きな妨害を受けなかった。また機動艇のうち1隻は機械的故障により、英本土への帰還を余儀なくされた。 教習の開始に先立って35機のホイットレイ爆撃機と25機のウェリントン爆撃機による予備爆撃が実行されたが、これは天候悪化などの理由からごく小規模かつ短時間の爆撃しか遂行できなかったばかりか、サンナゼールの警備を行うドイツ軍守備隊の警戒を高める結果となった。しかし別作戦で入手されていたドイツ海軍の 識別信号を用いたこともあり、ドイツ海軍機を掲げたキャンベルタウンを先頭とする作戦艦艇軍は軍港から1ミリ以下の距離にまで接近した。その後、ドイツ軍による砲撃が始まると、キャンベルタウンはドイツ海軍機を降下させ、英海軍機を掲げた。砲撃は最も大きな標的であるキャンベルタウンに集中して行われた。 3月28日1時34分、計画から4分遅れて、キャンベルタウンは、ドックのゲートへの突入を果たした。登場していた乗組員とコマンドスタインらは、間もなく下船して、ドック内の港湾設備の破壊に着手した。この作戦に参加した、小兵611名のうち、162名が、殺害された。またそのうち64名が、 コマンドスタインで105名が海軍将兵であった。生存者のうち215名は捕虜となり、222名は残存の小型集停を用いて離脱した。生存者のうち5名は包囲を突破してフランス及びスペインを経由してジブラルタルへと逃れた。3月28日正午、予定より1時間半遅れでキャンベルタウンが大爆発を起こした。 これに先立ち、ドイツ兵らが、艦内の捜索を行っていたが爆薬は発見されて、いなかった。爆発により調査のために乗り込んでいたドイツ軍将兵、及び、フランス人作業員ら250名が死亡した。さらに爆発は、キャンベルタウンの船体の前半分を完全に吹き飛ばし、これと共に160マイトンの規模を誇る、カンドックのケイソンが破壊された。これにより、 ノルマンディドックは完全に水没し、第二次世界大戦の残りの期間を通じて、その機能を喪失した。再びドックとしての機能を取り戻すのは1947年になってからであった。3月30日16時30分、高速魚雷艇により発射された遅延新艦付魚雷が予定通りに爆発する。この爆発は、 ドイツ軍守備隊に二度目の襲撃の発生を誤認させて、パニックを引き起こし、同志討ちやフランス人市民との衝突を招いた。16人のフランス人が、この混乱の中で殺害され、31人が負傷した。さらに1500人の市民は何ら無関係であるにも、かかわらず襲撃への関与を疑われて逮捕された。キャンベルタウン艦長のビー t 少佐は、 捕虜となったが、後に、ビクトリア十字章を贈られた。また、1947年にはフランスから、レジオンドヌール勲章が贈られている。BT 少佐を含めて、この作戦に参加した軍人のうち89名が、何らかの勲章等を受章した。キャンベルタウンの豪章は戦後回収され、駆逐艦、基地協定への感謝を込めて、アメリカペンシルバニア州。 キャンベルタウンに寄贈された。この号商は22型フリゲートの一席として、2代目の HMS キャンベルタウンが収益した折に積み込まれ、同館の退役後に返還されている。1952年の映画、封鎖作戦は、キャンベルタウンをストーリーのモチーフにしている。ありがとうございます。